もう終わりです。うわ、やってるとこすぐないですね。もともとほら、日曜日とか月曜日、ですよね、日月休みで。でも、この3連休の最終日。最終日だ。まあ、それもあるんだと。ああ、でも逆に最終日でないから出るお客さんもいるような、いないような。あ、YouTube 声入りますけど、いいですか？まあね、この現状を、まあ、見てもらって。た方がいいかもしれないですね。クラスターとかコロナとかで影響するね。かなりの影響です。そうです。このまま、まあ、あと15年ぐらい続いたらどうしますか？先見えます。なんとかにもね、やっぱり最先端の仕事は YouTuber ですよ。あ、でもそういう現状伝えるのはもうもはや、ね、こういう感じになってしまってますもんね。人と人とのコミュニケーション、ね、長くなってきてますもんね。おかしいですよね。うん、いや大事なとこが一番そうなんだよ。ですよね。なんかね、仕事ももうスマホ時代で契約してやるんですもんね。もうわかんないですね、世の中。あ、ありがとうございます。あ、いいですか、顔出しとか。やってみます。あ、ダメ。あ、もう映っちゃいましたけどね。すいません、YouTuber なんですけど、いいですか？あ、ダメです ?YouTuber。あげます。YouTuber？ ええ。先週から始めたんですよ。あ、ダメ。向かいがいいんですか？ダメだよ、勝手に撮ったら、マジで。マジで？久しぶり。うんうん、いや、久しぶりって言われても、うん、いやいや勝手にやってるから。うん、いや、知らないよ。勝手にやってるってさ、だから勝手に撮るのがダメだもん。いや、もうあげてるからね。YouTube なんですけど、いいですか？ YouTube っていうか YouTuber なんですけど、 YouTuber ダメです。あ、もう撮ってしまってますけど、やってる店すぐないですね。そうですか、今日は。あ、普通の休みの数だったんですもんね。日月で休んでる方が多いですもんね。うーん、今日多分連休最後の日だから。でも逆に裏陰で出てくるお客さんいるとかいないとかって聞いたこともあったりなかったり、意味は分かんないですけどね。どうでしょうか。ですよね、はい、これあげてもちょっと寂しい感じですもんね。1ヶ月以上は立ち直るのではないかって。いや、お美しいからあげておきます。はい、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 です。まだ終わる人は映ってもいいんですかね。え、 OK でしたっけ。あ、あ、盛り上がってるのが盛り上がってるですね。めちゃくちゃ送っていかないですか。
れ人通りはどうです、どうです、人通りは顔出し OK ですか、顔出し。月が見えるとこ一番いいとこ知らないですか。月見えるとこっすか。いやここで見えてるんですけどね。ちょっと高い建物多いですよね。魅力から抑えようと思ったらちょっと高くて。離れたところに、結構離れたところに公園あるんですけど、そっからだったら。いや何、飲み屋から離れろってこと？離れた方がいい。いやだって月もうかなり離れてるよ俺から。どっかビール？ビール？登れるとこあるの？ないと思います。じゃあダメだ。ウサギ見える？見えない？肉眼ではちょっと見える感じするよね。餅ついてる感じしない？ついてる感じはします。ああ、やっぱりする？よかった。でもカメラでは全然わかんない。ああ。月はまあ見える。うわ。月遠いね。遠いっすね。ちょっと遠いっすね、今日は。ああ、遠いね。あ、声の出演ありがとうございます。はい、あげますから。なんてお店紹介 します？あ、大丈夫。大丈夫。風評被害になる。大丈夫。あ、頑張っていきましょうね。はい、そうです。